今年も残り2ヶ月となりました。はい、トリマンチャンネル始めていきたいと思います。10月31日月曜日、はい、というわけで10月もね、営業を無事に終えることができましたので、結果発表ねしてまいりたいと思います。前年2021年対比 96.4%、 前年対比 96.4% でした。2020年対比 96.5%、 2020年対比 96.5% でした。コロナ以前の2019年対比 99.2%、 2019年対比 99.2% でした。ということで、土曜日ね、土曜日までは、全部ね、アップしてたんですけれども下回りましたということで、まあ今日はですね、まあ結論言いますと、今日の売上11,520円、はい、終了しました。もう人件費にすらならないぐらいの、売上でございまして、まあ先週のね、土曜日まではもうちょっとね、いけるかなという感じだったんですけれどもね、まあいかんせん残り最終営業日が、週明けのね月曜日ということで、まあここまでのねデータ見ていると月曜日、または、休み明けのね、初日は大ごけばっかりなので、まあ見込みはないなとは思ってたんですけれども、予想以上に見込みがありませんでしたということで、せっかくね、土曜日まではある程度キープしてたのが、まあアベレージの方もねガクッと落ちまして、まあこんなね、数字になってしまいましたという感じでね、まあ、どういう10月はですねちょっとね雰囲気は良かったんでね、まあ、特に週末の土曜日ですかね、土曜日は確実に吹いてたわけなんで、炸裂してたわけなんで、まあ、今週というか先週のね土曜日はちょっと運がなかったなという感じだったんですけれども、タイミングとね運が悪かったなという感じだったんですけれども、まあ土曜日はね確実に計算できる曜日になってたんで、あちょっと流れがいい流れだなと思ってたんですけれども、まあ先ほども申した通りね、まあ、週明けとかね、まあ、平日がもうボロボロやったりしてまして、まあそこら辺ですね、まあ、そこら辺の落ち込みがなければもうちょっといったのかなという感じだったんですけれども、まあこればっかりはね、まあ、しょうがないので、まあできればね、まあ、コロナ第7波終わってからのちょっとね、戻しの、なおかつね、旅行旅割とか、まあ、そういうクーポン系とかでね、ちょっと需要がね来てるなっていうのを感じれた10月だったので、もうちょいね伸びてほしかったんですけれども、ここでちょっと貯金をね、作っておきたかったんですけれども、まあちょっと予想よりね下になっちゃいましたという感じでしたね。もうちょっと行ってほしかったなという感じですね。はい、で11月の方はですね、まあ、10月で下関のクーポンの方が1個終わりまして、まあそちらの方が終わって、まあ、11月はまだホテルでねもらえるクーポンが2個と、もう1個、ローソンとかで買えるね山口のクーポンがもう1個と3つ、ということでね、まあ、そちらの方の需要が、どれぐらいあるかなっていうのと、まあ、ありがたいことに11月は、ポツポツと予約がね、いただいておりますので、まあ、どうかなというね、12月になったらまた第8波等ね、来るかもしれないので、早めに11月にね、忘年会等飲み会等をねやってしまおうというような流れがねちょっとあるかなと思いながらね、11月ちょっと、まあ、10月よりね上回って売り上げね終わってほしいなっていうね、まあ、願望が、祈るばかりでございますという感じですね。はい、まあ、そんな中ね、まあ11月からね、パック牛乳などね833品、ね値上がってますよと。牛乳もね、まあ畜産、飼料の方ですね、餌の方が爆上げしておりますので、まあそちらの方でね、まあ値上げしないとねやっていけないけれども、じゃあ上げたらねまあ売れないっていうね、またジレンマになってしまうんでしょうけれどもね。で来年のね値上げは早くも2000品目超えということでね、来年安、
要因と、でさらに12月からね、2月3月ぐらいまでの、電気ね、節電してくださいよというようなね発表もございますので、まあ、電気料金とでさらに、来年まあ今年から年末からね年始にかけての値上げっていうのもねまだまだ止まらないかなという感じなので、まあ売り上げをね作らないと本当に利益率がねどん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 下がっていきますので、まあ削るところはねもうないんでね、全部上がってますからね、人件費上がって、原材料費上がって、ね普通の FL どっちか削るだけですからね、あの飲食店でいうと、あと固定費等はねもう本当に固定費なんで、飲食店で、削るって言ったらね人件費か、原材料ぐらいですからね、だから両方上がってるから削るところはないわけなので、まあ、あの必然的に経営者の取り分を削るというね、まあ、シンプルなね計算になっておりますので、まあ、そういう感じに、まあね、皆さんなっていくんだろうなと思いますけれどもね、まあいつまでね、続くのかなっていうのをね考えてもしょうがないんでね、まあ、なるようにしかならないので、まあね、まあその都度ね、そんな見通しなんかね立たないですからね、じゃあ1年後どうなってるかなんてのはね、まあ予測したとてね全く違うことになってるのがこの昨今のねまあ世情ですからね、まあ今日明日明日ですら分かんないですからね、どうなってるか、だから今日一日一日をどうやってね生き抜いていくかっていうのをねやっていかないと、まあ昔流行りましたけどね、まあ、10年後の未来自分をね想像しながらとか未来ノートとかね流行りましたけれども、もう今そんなんはね一切通用しない世の中だと思いますので、まあまあ具体、まあ、漠然とね、まあ、こういうのになりたいというのはあったとしてもね、その都度軌道修正していかないと、そこにはたどり着けないし、そもそもそのゴールがなくなってるよね、ような世の中になってる可能性も大なので、まあその都度ね、修正しながら目標をね定めていかないと、最初にね定めた目標を何が何でも達成するぞってやってもね、まあ無駄な努力になっちゃいますので、その都度のね細かい修正をしながら、ねもう時には全く違う方向にね、もう180度違う方向にね進むこともあると思いますので、まあそういうふうにね臨機応変にやっていくしかない世の中になってきてますよという感じですね。はい、まあそんなわけでね、まあ10月ね、ご来店ねいただきました皆様ありがとうございました。まあ、10月はねあの地元の、下関のね、常連さんお客様ね地域の皆様の、ご来店のね戻りも、肌で感じつつ、さらに、県外のねお客様等もね週末、結構なね数のねご来店いただきまして、まあ、内需外需ともにね、バランスよく、需要がねちょっと戻ってきたかなっていうのをね肌感で感じることができましたのでね、ちょっとね本当にあの希望をねいただいた1ヶ月ではありますけれども、やっぱりまだまだね波はでかいし、まあ、政府はね、増税のことしか取ることしか考えてないので、本当にねやる気をね削る、政府だなと思いながらね、腹立たしくてね、まあ本当ね仕方ない、まあ、経営者ばかりじゃないでしょうか、まあ、日本国民ね全部でしょうけれどもね。はい、というわけでね、まあ10月ちょっと残念でしたけれどもね、まあなんとか無事を得ることができてね、まあ良かったですという感じですね。まあ11月もどうぞよろしくお願いいたします。11月はねちょっとねシークレットビッグイベントがございますので、まあ、そちらの方がねどうなるかちょっと今ねドキドキワクワクしておりますので、いやーちょっとねサプライズ楽しみにしたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。終わります。